宮本信也さんに教えてもらった、はい、どの辺を教えてもらって自分がバッティングを変えた一言目が衝撃でした、うん、一言目「ててててて」思いっきり振りすぎっていうふうにんか僕は<う>みんな思いっきり振るのが普通じゃないのっていう まもう、たぶんみんなきょうともっとするかもしれないけど、そうでしょうね、特にこのタイプの選手だったら、ね、強くボールを打って、体めちゃちっちゃいですから、野球選手の中で、強く打って、強くボールをはき返す、力入るよね、と短く持って、パチッと弾いてやろうと。でもその一言を聞いて、宮本さんの今までの打ち方とか見てるじゃないですか。でも 確かにと思ったんですよまあ彼なんかこう,こう入っていく時めっちゃ柔らかいですよねで、うん、確かに狙った方向にこうバットを出すじゃないですけどちゃんとそういうふうな感じで打ってるなっていうのは見ていたので、うん、もうその一言を言われてああ確かにと思ったんですよ、うん、あすんなりこれは吸収できたそのワードはあの初、ー、めは難しかったです、うん、でもよくよく考えると、うん、そのまあ7割8割でいいんだなっていううん で7割8割だと残りの23割を何ていうんですか抜くようなイメージだったんですけど、うん、抜いちゃダメなんですよね力はちょっと待ってどういう表現それは難しいな、うん、力は抜いちゃダメなんですよ抜くと力って抜けちゃうんですよな半分ぐらいしか出ない,出ないんです結局は、うん、5割ぐらいしか、うん、でも7割8割で全力で振るんですよ7割意味分かります ななんとなくですけどでもな言うてる意味は7割、8割で力入れすぎるとだめやから7割、8割の力でいくじゃあ、8割の力で振ろうとします、はい、じゃあ、2割は力抜こうとするじゃあ、その2割を抜いちゃうとその8割がマイナスでいったら6割の力になっちゃうってことなんでしょうねう考え方で言うと例えば8割で全力でしっかり振,る振り切るっていうイメージで、うん、その残りの2割をじゃあ、ボールをもっとよく見,見ましょうとかもうちょっと引きつけましょう。 ちょっと周りを見れるようにしましょうっていう方向に持っていくってことですね抜くんじゃなくて考え方を変えるっていうはいそうなんですよ、すごいな、なんかそういう一言を聞いて自分の中ではそういうふうに勝手に解釈をしましまたもう,もうここまでいったらもう僕ら分かんないです、もうイメージですよ、体の使い方の、でもこのイメージなんですよね、はい、それを自分の体にちゃんと伝えられるかどうかがプロのすごさなんでしょうね。 でそれでまたプラスになったのが早球、ねうんはい、も同じようなイメージになったんですよ、はあ、力いっぱい投げる。ちょっと全力で投げたりとかしていたのが、うん、やっぱ送球ってミスしたくないですから、うん、それこそ7割、8割の力で、やっぱ抜いちゃうと、ちょっとリリースがリリースポイントって言うんですけど、ボールを離すポイントねここ曖昧になるんですよ、抜いちゃうと、力を抜くっていうのは、なんかふわっとこう、なっちゃうんですね。 でも、7割、8割でしっかりこう、びっとこう投げれるようになれ,れたときに、ちゃんとスーッといくんです。